親に捨てられて死を待つ醜い阿弘をお願いします。せめて独り立ちするまで生きながら会えることができたら、醜い阿弘の子は逆境を跳ねのけた分比べ物にならないくらい大きくなる。いや、そもそも阿弘の子に紛れた白鳥の子供であって、大きくなった体を空に運ぶ、そんな過去がありながらも前に進む姿に不死鳥を感じてもおかしくないと思う。そんな嘘みたいな美しい物語はいつも絶望的な状況から生まれていて、それ以外の大多数物語になんかできない絶望のまま当たり前の結末を迎えた当然の結果たちを吹き飛ばしていく。親に捨てられた醜いアヒルは当たり前のように親なしじゃ生きていけなくて、ゆっくりと死んでいくのかな。生きていく奇跡を信じたいし、そんな奇跡が起きるような世界であってほしい。